アルベルト・アインシュタイン相対性理論特殊及び一般相対性理論について特殊及び一般相対性理論については1991年4月に白用者から出版された役所で原著者はアルベルト・アインシュタインである原著者によってドイツ語で書かれた原著の初版本はドイツで1916年に出版されその後1920年には英語に訳された版も 出版されている日本語版の初版は1921年に岩波書店からアインスタイン相対性原理講話として出版され、それからしばらくの間は特に日本語版の出版はなかったが1973年に白洋社から我が相対性理論として出版された。その後同じく白洋社からドイツ語での現代を直訳した特殊及び 一般相対性理論についてと解題して1991年4月に出版され、2004年10月には真相版が出版されている。構成としては大きく分けて3つの章に分かれており、第1章では特殊相対性理論について、第2章では一般相対性理論について、そして第3章では全体としての世界の考察について書かれている。 アインスタイン相対性原理講話に関するカテゴリー、我が相対性理論に関するカテゴリー、ありがとうございます。